Hi YouTube、 皆さんこんにちは、アニマルランドにようこそ。今日はねちょっと高革命で、スタートしてますけど、ね、この部屋のちょっと広くちょっと見えてますけど、まあここはね6畳の部屋です。まあそれは置いといて、またね購入したものがあります。はい、ねこれね非常に悩んでいろいろ調べて、いいのかな、はい、で、まあ、なんかいい感じの箱ですね。じゃん、わかる？だこのマーク知ってますね皆さん。フィジークです。フィジークのここに何て書いてある？ハイパフォーマンスプロフェッショナルサイクリングサドルスって書いてあります。あー言っちゃった、最後の一文字これで分かっちゃいましたね。サドルス。はい、じゃあちょっと開けてみます。はい、かっこいい、かっこいいよ、こんな感じで入ってる、かっこいいね、フィジーク、さすがです。はい、お店ではこんな感じで釣られるんですかね、こういう風に。はい、フィジークの白のサドル、これアリオネ R3 オープンってやつです。ここ真ん中ね空いてるタイプ、でまあアリオネなんでこうちょっと細長い感じのタイプですけど、はい、これのレギュラーサイズ、ここの広くないやつね、ここの幅の広くないやつ、はい、こんなのを購入しました。ねもうねなんだろう、恥骨っていうかね、この骨、この股間のところのこの骨っていうか、ここがここにね当たるんですよ。今のやつでもねこう当たるんで、まあぐいぐい踏んでる時とかはいいんですけど、こう巡航中というか、まあある程度の速度で走ってる時ってやっぱり足にかかってるこうなんですか、こう荷重より、荷重が少し少ない時かな、そういう時にやっぱりねサドルに多少さ何だろう、頼りがちになってしまうのかな、まだちょっと未熟もんですからね、その時にそういうのが長く続くとやっぱりね痛くなってくるというのが僕の癖です。なんで、なんかいろいろね悩んでて、いろんな、まあ真ん中空いてるやつね、知り合いのサドル借りて、まあこう真ん中空いてるやつとか、まあアリオネのね完全に真ん中塞がってる、ちょっと膨らんでるタイプね、フラットのタイプのやつを、履いてみたい、履いてというか使ってみたりとかしたんですけど、やっぱりね真ん中空いてるやつの方がいいなということはもうはっきりと分かったんで、それでまあどんなのがいいかなと思ってこいつにしたんですが、はい、実はねこいつにしたのにはもう一つね別の理由があります。まあねフィジークがいいなっていうのはあったんですけど、まあそれはねなんとなくこうやっぱりチームスカイとか好きなんで、憧れのメーカーであったりとはしたんですよ。でこっからが違う、実はねこのフィジークのアプリがあって、サドルを何にしたらいいかっていうのをこのアプリで選ぶことができるっていう、まあ判定してくれるツールがあるんですよ。それを見つけてそれで調べてこれにしなさいって言われたんでこれになったんです、じゃあそれをねちょっとお見せしちゃいます。はい、ですね今ここに画面出てると思うんですけど、このね今出てるこのアイコン、こちらをクリックします。これフィジークスパインコンセプトエボっ
って書いてありますけど、これですね。これクリックします。はい、こんな感じで、オープンしました。ですね、これロードの方、もしくは女性の方、あとはこれなんだ、トライアスロンの方という感じになってて、この下にはね、あの動画が出るようになってます。これ動画で説明が見れるんで簡単です。で、僕はロードなんでロードを押します。でね、これ、テスト開始って書いてあるでしょ、この一番下のところに。これね、こうやって胸のところにこうやってつけて、ちょっとこう確認します。さらに、はい、こんな感じね。はい、こういうふうにつけて、でちょっと椅子もこうやって出そうかな。はい、でこういうふうにして、でこれピッと押します。ピッと押して、はい、これ今ポンポンポンって言ったでしょ。これで3つポンポンポンって言ったら、これ体をミューって倒します。ミューって倒していきます。あれ、次のやつが言わないね。計測中になったの。あ、OK な。もう一回直します。うまくいかなかったみたい。テスト開始。はい、倒します。ミューってこのまま倒します。はい、今ポーンってもう一回言いました。はい、これでね、今 OK って出てるでしょ。はい、これで、これで OK を押します。はい、で計測がミューって計算されて、計測じゃないね、計算ね。あなたはスネークって出ます。はい、スネークって出て、はい、今、128.68 度を倒すことができましたよってことですね。じゃあそれで何わかるの？柔軟性がわかります。じゃあそれで今度サドルはフラットがいいですよってここに出てるでしょ。フラット、なんでこれフラットですね。フラットタイプのやつを買ったのはそれが理由です。じゃあ次ちょっと押してみましょう。はい、こんな感じで、要はね、こう体倒した時にこの骨、今真ん中の絵が描いてあるんですけど、骨が当たる当たり方ですね、これの骨の当たり方を、見てくれます。なんで骨の当たり方で、このフィジークってこれ以外に、ここがちょっとへこんでるタイプが2種類ぐらいあるのかな。そのタイプをそれぞれ、柔らかさ別に見てくれるっていうツールになります。で僕の場合は、まあ、ある程度前屈ができたんで、フラットでいけるとこまではできましたよと。でこれウェイトスピード、ここでウェイトも効いてきます。あなたの体重は、はい、56キロです。平地で持続可能なスピード、まあここではそうだな、30キロぐらいにしておきますかね。で次へ、はい、はい、これで出てきました。パワー出力165ワット、 20.13キロ、あなたに勧めるサイズはレギュラーでーすって出ました。だからこの幅ね、このここの幅なんですけど、レギュラーとラージっていうのがあるんですけど、レギュラーサイズを購入しました。そんな感じでね、こういうツールで試すことができるんだな。で、まあ選んでいいのはこの3種類、まあ何にもへこんでない一番下のソリッドのタイプと、オープンとエボっていうタイプね。これこの形ちょっと知らないんだけど、少しへこんでるタイプですね、これ。はい、そのどれかがですよっていうことです。はい、でまあね、この真ん中がへこんでるタイプっていうのはアリオネの、R3 と R1 のこの2つがありますよね。でここでもうこのスネークの方にはこの
ビブショーツこれがおすすめですよとかハンドルはこれがいいですよってここまで教えてくる。今回はハンドルは買ってない、うん、まあこれで見るとね、あこういうハンドルを買えばいいんだなんていうのが目安になりますよね。非常に面白いツールだと思います。はい、でこれね、あの今押しましたけどホーム How to use the AP アップですね、アプリケーションの使い方っていうこのビデオもチュートリアルがあるんで、であとはアバウトとセッティングなんで、これはまあ一応ちょっと開いてみますか。アバウトは問い合わせとか始めにとかそういうのが書いてあって、セッティングの方は、メートルとキログラムもしくはフィートポンドポンド、どっちを使いますかってことですね。まあ通常はメートル、キロメーター、キログラムですね。はい、そんな感じです。はい。はい、そんな感じになります。はい、それでね、ちょっとこのまままたさらにちょっと画面見て説明しちゃいますけど、フィジークのサイト行っていただくと、ここにねスネークとかブルとかカメレオンって書いてあるんですけど、こいつでね、要は体の硬さによってブルとカメレオンとスネークっていうのが分かる。でそれによってこのサドルの種類を選ぶことができますよ。ブルの人はこういう感じ、ここがね少しちょっと今から出てます、ね、少しへこんでるタイプとか、カメレオンの人はここがそんなにへこんでないタイプっていう、こういう、いろんなね種類がまあ3パターンになってるんですけど、3つのパターンを出し、選んでくれてそこから選ぶことができるっていうね、ちょっと面白いですよねこういうの。もう大好きですねそういうので、そうやって選んだのがこれです。はい、まあそんな感じです。まあね今回はちょっとねこれ開封してこんなツールがあってこうやって探したんですよっていうところだけ、ちょっと説明させていただきます。今回の動画ね、面白かったな、あ参考になったなっていう方ぜひグッドマークの方よろしくお願いします。チャンネル登録まだの方ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではバイバーイ。アニマルランドでは他にもいろんな動画、こんなの、いやこんなの配信してます。ぜひ見てくださいね。